こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは私が読んだ本を元にしながら人生のこと、命のこと、はたまた宇宙や自然のことなどいろいろお話ししてみたいと思います。毎日の生活にちょっと疲れた時、自分が今何をすべきか悩んだ時、あなたの生きるヒントになれば嬉しいです。それでは最後までお付き合いください。 前回に引き続き大愚玄象さんの最後にあなたを救う前後の後編をお届けしたいと思いますまずはじめは私の大好きな言葉から始めたいと思います一期一会もともとは茶の湯の言葉だったそうです茶室では主人と客が生涯一度の出会いと思って 真剣に向き合うという意味を持っています。一語は一生涯。一へは一度の出会いという意味です。私たちが生きている中で、このような出会いがいかに多いでしょう。人との出会いだけではありません。旅先で見た景色や物も,も、もう二度と訪れることがないかもしれません。家族だってそう。 ある朝喧嘩して仲直りもしないまま出かけていった家族がそのまま事故で帰らぬ人となってしまったということもないことではありません家族はいつも一緒にいることが当たり前になっていてついつい言わなければならないことを言わずにいたり言わなくてもいい一言を言ってしまったりしますでも明日別れが来るかもしれないとしたら 毎日の接し方がもっと相手を思いやるものになるのではないでしょうか。また自分自身も叱り、今日出会った自分とはもう出会えません。あの時やっておけばよかったと思っても、もうその時は帰ってこないんです。人は夜に死んで朝に生まれると言われます。今日は昨日の延長ではありません。 毎朝新しい自分に生まれ変わって新しいチャレンジができるんです。後で後悔しない生き方をしたいものですで。ありがたいという言葉を漢字で書くとこう書きます。めったにない、ありえないという意味です。前後に感謝報恩という言葉があります。これはありがたいこと、めったにないことに 自らの心で気づき恩返しをしたいという内側から湧き出る気持ちを持つことを説いた言葉です最近の世の中の傾向としてあれがないこれもないとないないないという気持ちばかりが先行しているように思いますまた権利ばかりを主張する風潮も見られますそれに伴い感謝に気づけない社会になっているのではないでしょうか もちろん権利を主張することも大切ですけれど法律で定めている義務や権利とは異なる本来生き物が生きるために必要な命の根本の部分で実はたくさんの人物自然に囲まれ大いなる力に支えられて生かされているのですそのことをしっかり心に留めてほしいんですそして そういうものに対する恩を忘れず、できることの中から小さく恩返しをしていきたいですね。何かをしてもらって当然という傲慢さを捨て、ふと気づいた時にさらりっと恩を返す。それは自分の心の浄化にもなるし、人々の心に気持ちのいい風を運び、良い人間関係を築くことができるのではないでしょうか。 そして恩を感じたりそれに報いようとするほどに心は満ちたりあなた自身幸せをもたらすでしょう。心心伝神この言葉は以前歌のタイトルにもなっていたのでご存知の方が多いでしょう。本来の意味は師匠と弟子が言葉を超えて教え伝え受け取る。 その信頼深くぴったりとあった関係性を表しています。たとえ親子であっても最初から分かり合えるはずはありません。時間をかけて数々の体験を通して感覚を磨くことで初めて言葉を超えた意心伝心の関係になれるんです。日本人ははっきりものを言えないからダメと言われることがありますが、 言葉で伝えることばかり重視していると、相手の気持ちを汲み取る感覚が退化してしまいます。言葉にしていないことは、言われていないからわからないとなり、関係性も希薄になってしまいます。相手の気持ちを汲み取るためには、相手に関心を持ち、見守ることです。相手を感じ取るセンサーを磨きましょう。 人と出会うことが全ての始まりであるという意味の前後に「画法人」という言葉があります。人生や仕事について考える時何をするのかどうするのかも重要ですが一番大切なのは誰と出会い誰と一緒に歩んでいくかということではないでしょうか。人と出会うことで物事が展開し新しい世界が開けます。 だからこの人との出会いがなければ今の自分はなかったというような一緒に人生を切り開いていくような人と出会えているかが重要なんですしかしなかなか思うような人に出会えないのが現実です実はいい人と出会えないのは自分自身が未熟だからなんです自分のレベルが出会う人のレベルを決めています さらに人生を変える出会いというものはいつも突然であり偶然でありそれでいて必然なんですこの人と出会っていなければ今の自分はいないという出会いこそが打法人どんな人にも必ず希望に満ちた出会いがあります出会いを大切に育めば不可能が可能になってきます いい人に出会えないと嘆くのではなく、まず自分を高める努力をしましょう。禅の教えの中で最も大切なことは、執着を捨てることです。方下弱という言葉があります。捨て去ってしまえという意味です。努力して得た役職や、やっと手に入れた名誉、 過去の成功などにしがみついていても、かえって不自由になるだけです。また反対に、自分にはお金も才能も何もないと悲観している人も同様です。そういう思い込みで心を埋め尽くしてしまうと、それ以上何も入らなくなってしまいます。最初から自分はダメな人間だとレッテルを貼って、いつまでもご章を大事に持っているのは、 もったいないことです。もしそんな自分に気づいたらすぐに捨てましょう。ゼロにリセットするんです。では、ゼロとは何でしょうかそれは無垢な赤ちゃんの状態です。純粋で素直で無限の可能性を持っている赤ちゃんの心をイメージしてください。ゼロにリセットすることで新しい可能性が開け何にもとらわれない。 あなたの純粋な心に惹かれる人が集まってくるんです。最後に、霊団自知という言葉をご紹介します。人は水に触れてみて初めてその冷たいこと、火に近づいてみて初めてその温かいことを知るという意味です。近年、公園から子供たちにとって危ないと思われる遊具が どどんどん撤去されています確かに責任問題にも関わってくるような時代ですから仕方ないのかもしれません。でも危険な要因を排除し続ければ人間が本来持っている感性や危険を察知する能力がどんどん衰えてしまうのではないでしょうか。私たちは便利で安全清潔な環境を求め それに応えるようにテクノロジーが進化していきますテクノロジーの進化により生活が便利に快適になりましたしかし同時にこの便利さや快適さが人間の心と体に新たな病の種を埋め込んでいることになっていないでしょうか私たちの体には五感が備わっており五感を介して 外界の情報を脳に取り入れ思考を判断し体を動かしていますところがテクノロジーの進化により五感を使わなくてもいいようになると体は当然退化していきます霊団自治という前後は便利さ快適さを求めるあまり人間が本来持っている能力や感性を鈍らせてしまっている 現代人への継承です今こそあえて体を使い五感を使ってリアルな生活を生きることが大切なのではないでしょうかリアルな生活は命にたくましさと充実感をもたらし命を力強く開花させることができるんですいかがでしたか前後には 私たちが忘れかけている質素や謙虚さの精神が多く含まれているように思います。戦後に出会い、自分の生活を振り返る機会になりました。人生に真摯に向き合い、素直に、純粋に、ひたむきに生きていく。そうすることが幸せへの近道なのではないでしょうか。これからも毎日の生活の中で、 と自分を見失いそうになった時、前後を思い出してみたいと思います。前後に少しでも興味を持たれた方は、高評価ボタンを押してくださいね。温かいコメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。